ジャン五世は、アルマニャック博。アルマニャック博ジャン四世とイザベルド・ナバールの息子。1450年11月5日に、父親が死ぬと、ジャン五世は、アルマニャック博位を継承した。まもなく、ジャン五世は10歳下の同母妹であるイザベルと、性的関係を持った。年代起変者、マテュー・デスクシーによると、イザベルは、当時のフランスにおける美人の一人で、 イングランドをヘンリー6世との婚約が検討されていたという。兄弟の間にレクトゥール上で二人の団地が生まれたという噂が立つと、夫婦は彼らの問題のある行為を改めると約束した。しかし、数ヶ月のうちに三人目の子供ローズという娘が生まれた時、ジャン五世は自分たちの夫婦関係はローマ教皇カリストゥス3世からの特免を受けたと主張した。 ジャンゴイには他にも重大な問題があった。ジャンゴイは王によって選ばれた王主司教座を拒否し、教皇の同意を得て、彼の処刑の異母兄弟を座につかせた。ジャンゴイを捕らえようと、シャルル七世の高等法院は、被告人不在のまま、1460年に、ジャンゴイに、大逆、反乱、禁止相関の有罪判決を下した。ジャンゴを捕まえるために軍が送られたが、彼は、 アラホンのいとこの下に逃げることによって刑から免れた。彼はローマで自ら弁明を行ったものの、二人は別れさせられ、間に生まれた息子たちは諸子と宣言された上、相続人から外された。1469年、新たに国王となったルイ11世がジャンゴセイのもとに軍を送った。ジャンゴセイは1473年3月5日に、 レクトゥールの拠点で包囲され、アルビシ教ジャンジュフロワによって撃たれた。1469年8月19日のレクトゥールにおいて、ジャン五世は、ホア博のガストン四世と、ナバラ女王、レオロールの娘であるジャンヌと結婚した。ジャンヌは、夫の死の際に、妊娠8ヶ月であり、ビュゼシュルタルヌの城で投獄されていた。ギブールのアンセルムによれば、 彼女は1473年4月、権力争いの数え切れないほどのレースを終わらせる、ために中絶薬を飲むことを余儀なくされた。結果的に、アルマニャック伯の称号は、最初に、弟シャルルが継ぎ、1497年には分家の、アルマニャックのムールクゲンに渡った。ジャンゴ世は、妹イザベルとの間に3人の子供を設けたが、諸子とされた。 ジャン・ダルマニャック・カンブーラ領主。1507年に、ジャン・ヌ・ドゥ・ラトゥールと結婚した。子供はいない。アントワーヌ・バタール・ダルマニャックと呼ばれた。生涯独身で子供なし。ローズ1498年にモンブラン領主、ガスパール2世、とビルミュールと結婚した。子供あり。ありがとうございます。